デレン。さあフライボーでございます。はい、丸、うまくなるには丸丸が大事。はい、ちょめちょめだけどね。あ、ちょめ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 だけどね。ちょめちょめが大事です。ちょめちょめ、ちょめちょめ。あの前回もうスピードがねまあ飲みとか、うん、旅行とかで、うん、例えば旅行に行けば、うん、0から 0.1 っていう貴重なものが得られる、うん、0.1 から11にするにはそんなに大変じゃないですよ、うん、0から1にするに比べればはるかに楽だ、まあ、楽ですよ。そういうために旅行とかって必要なもんですよっていう話をして、うん、だあれだね、技術的なとこじゃないね、ここら辺はね。もう感受性、感性とかね。そうでね、感受性、感受性を開かなきゃいけないと。そう、昔大先輩に、お名前出せませんが、はい、まあ名だたる方のバックで演奏されてる方、うん、君はまだまだ下手だから練習はしなきゃいけないんだけど、うん、感受性を開くの忘れちゃいけないよと、うん、言われまして、うん、それは一応忘れず、綺麗だなと思うものには綺麗だなと思うチャンネルを開いておこうと。それは大事でしょ。とその流れからいくとあれだね、よく言ってるさ、神社仏閣とかさ、うん、寺社仏閣、寺社仏閣、そう、寺社仏閣、うん、お寺さんとか好きでしょ。好き、うん、クリスチャンだけど、クリスチャンだけどねプロテスタントだけど、うんうんうん、好き。意外と言ってるよね、うん、ちょい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 。風来坊の PV も一応なんかお寺さんとって、うん、お寺さんだしね。あれ多分ね、北海道育ちってのはあると思うわ。そうなん。でもさ、北海道ってさ、クラーク博士のさ、うん、クラーク博士イコールキリスト教じゃないんだけど、うんうん、なんか要人の方が、要人っていうか外国の方が有名な方いらっしゃるっていうと、うん、なんかキリスト教のなんかが絡みがこの微妙に難しいな、説明が何言ってる、ごめん。なんかだから陽イコールキリスト教みたいな、あ、なるほどな、概念があるじゃね。まあそれちょっと頭の中で、うん、そうそうそう、うん、だから結構別にそういうのメジャーなのかなと思ってたんで、そうでもないの。クリスチャンだってこと。うん、クリスチャンなんかマイナースだよ。そうなの、うん。じゃあ例えばだって北海道に移り住んだ人は基本先祖に3代ぐらい辿ったら全部本州なんだから。アイヌ、アイヌの人って何だ。アイヌ民族は言い方、難しいけど原住民というか、原住民って言い方悪かったらごめんなさいね、タイないですから、もともと住んでた方、うん、でそこ に日本が、うん、わなんだかんだ言ってわーって言っちゃって北海道を支配しちゃう。一応、マイノリティ民族という、うん、まあ、歴史的な問題があるから大声じゃいないところもあるけど、うん、っていうこと。あ、そういうことなんだ、ね、うん、だから琉球人みたいなことだよね、うん、沖縄のたどると琉球王国があって、もともと琉球人でしょ。だそこに日本が支配下に置いて云々かな。でもその歴史があったからさ、うん、北海道の人はさ、うん、いや方言はあるよ、うん、けどニュアンス的には 本土のニュアンスに近い、標準語近いでしょ、うん、近い。青森とすごい差があるじゃん。すごい差。青森と近いのは函館だよな、うん、函館はこう青森と、うん、明治維新前からつながりが、うん、函館に住んでる、そのと、まあ、いわゆる当時の日本人でね、うんうん、青森から物資を渡して函館に渡して、うん、函館に住んでる日本人が北海道に住んでるアイヌ人と、うん、商売をしてた的な話もあるので、函館の人はじゃあどっちかっていうと青森弁よりなの。そういうわけでも、でも青森弁と青森人と喋れる喋りみたい。港はすっげえきつい。ああそうなんだ、うん、俺何言ってか分かんねえもん。ああそう、うん、でもさ、琉球はさ、うん、同じような歴史をたどったとしてもさ、うん、わかんないじゃない、いまだに、うん、さあ出すと、うんうん、不思議だね、日本ってね、うん、で、こうやって脱線してくるんだよそうそう、だから寺社仏閣、うんうん、
あの俺もね、時代劇が好きなんで、あの鬼平犯科帳とか池波正太郎作品好きなんで、の時代劇がね、はい、こう、まあ、アキムベースの周りにもあるわけですよ、ちょこちょこっと、言えないけどな、まあ、小説読めば、ああ、あそこら辺なんだって分かっちゃうかもしれないけど、まあ、この辺にも、鬼平の舞台になった、ところがあったりして、うん、桜の名所とか、6時の音楽を切ってる意味がなくなるわ。わかるよ、まあ、そうでも、まあ、都内多いわな。そう、本所とかね、あっちの方が本当は舞台なんだけど、都内多いし、まあいろいろあるわな、うん、でもたまに東海道でいろんな本当は去った峠と静岡の方ね、清水の方とかさ、あそこら辺で一悶着あったとかいう話もあったりして、神社はあらゆる面白くね、古い、そう、歴史がね、歴史好きじゃない、ゲームもそうだし、あの一文だけね、戦国時代だけ武将が出てくる時代だけ、その時代が好きでしょ、うん、俺は江戸後期の日本が好きなの、うん、だからでも歴史が好きっていう認識は一緒じゃない、うん、あ、そう、そうすると神社寺社仏閣っていうのはさ、うん、まあ古いところはそれこそね、由来から入れたら千年とか続いてるところもあるし、うん、でも江戸時代からあるお寺さんとかが未だにこれに点在してたりするわけですよ。ず、うん、っとなんかそういうとこ行くと、前に一回俺やったんだけど、うん、本所の方で、うん、鬼平の舞台になった場所を実際歩いて、あと十何キロ歩いたんですよ。うん、あ、ここに長谷川平蔵の聖火があったのね、うん、今ローソンになっちゃってんだけど。あ、そうなの。あ、そう。そうそうそう。で、密偵の久米八が、いた鶴屋って宿屋があって、その脇に、あったであろう場所の脇にちゃんと川があるのよ。うん、ずっと、その、久米八は、こっから、なんか、命を受けると、船で、こう、密偵作業に、こう、繰り出したんだなと思うと、あ、うん、ーと思うわけ。そういう歴史を肌で感じる。それわかる。うん。のが、なんか、手っ取り早いのが、要は、寺社仏閣だったりするじゃない。うん、宝物殿とかあったりするじゃん、ちょっと大きい神社とかさ、 お宝物、うん、写真撮れないからあれなんだけど、うん、ああいうのはああって思うよね、うん、ああこんな着物着てたんだなとかさ、肌で感じれる、それがほら北海道ないから、札幌は、ああそういうことか、100言ったって120-130年、あ、うん、いや大政奉還がいや虚しいだから150年、うん、もう150年か、そうだね、今年150年のか、うん、でしょ、うん、そこから明治維新始まるでしょ、明治維新が始まってそこで、職を失った侍たちが、うん、北海道に移るんですよ、うん、開拓をしようと、屯田兵って名前になって、うん、いろいろ開拓する、うん、だからそ遡ればそこのが基本的な先祖なので、スタートだからね、北海道住民のほぼは、うん、だから何台か登ったらもうみんなこっちに来るからね、うん、だから当たり前だけど神社もあるわけない。そうそうだ、うん、だってアイヌ民族の神様はカムイだから、うん、カムイ伝ですか、うん、お釈迦様の建物があるわけじゃないから、うん、ただ 150年以上昔のってなる、まあ函館はさっき言ったとちょっと別だけど、うん、こっち東京来るとあるじゃない、うん、まあ、京都なんかもっとあるけど、うん、ただ一個問題があってね、俺ねお線香の匂いが苦手なの。嘘。そう知らんかった、うん、知らんかった、俺多分ね、うん、多分なんだけど、うん、アレルギーに近いぐらい苦手、あ、そう、うん、だから好きなんだけど、それこそ巣鴨のトゲの技術とか見たことあるんだけど、隣に粉屋ずっとバンバンやってるじゃん、粉屋って有名なカレーうどん屋だってさ、そこに食いに来ると思って、トゲの技術の隣だからトゲの技術行ってみようって言ったら、もうマジでやるでしょ、こうなんかこうやるじゃない、そうよ、ね、頭良くなりますよとかさ、腰がとかさ、あの間息止めてんねん、あ、そう、うん、苦手なの、お香関係も実はちょっと苦手なの、だからアロマオイルとかやるんだけど、うん、クンクンして、うん、合わないやつ本当合わないから、オッケーなやつだけ送る、そうなんだ、苦手なの、それ知らなかった、なかった、たまに行くと倒れそうになってる。高尾山帰った時にごま行っていうの、なんか木組みでバン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 炊くやつね、社の中で、お祈りっちゅうのをこうやりながらさ、
やってたらしくて、うん、周りもバンバン尿漏れてきて、うん、あの真ん中の高尾山の真ん中のお寺ね、うん、あの一番大きい、うんうん、そこから上に山頂行きたかったんで、そこで止まっちゃったから、ね、あそこはあれだね、神社仏閣巡りにはちょっときつい リスクというか、だから、うん、あんまり有名なとこ行かない、あちっちゃいとこに、うん、大きいとこほどバンバンやるから、ね、そう、大きいとこいるじゃないもうな親の敵かっていうぐらいおこぎりがおかしいでしょ、こんなになってさ、うん、あれに深川不動産とかもうだって天井につくんじゃねえかぐらいにドワーンとごまぎのやるの、まあ、あれ死んじゃう、ああそうなんだ、倒れる、じゃあそれを克服しながら頑張ってると、うん、克服というか対処しながら、ね、対処し、うん、自社仏閣巡りは楽しんで、まあそれも感性を磨いてる、だそれが苦手だって分かったのは行ってからだからね、うん、やっぱりね、あまあね、だ家がクリスチャンだから家に炊く機会がないわけだ、うん、そりゃそうだ、うん、なるほどね、うん、あれたまにちょっとこじゃれた洋服屋も死にかける、あ炊いてんじゃん、うんうん、アルマね、うん、なんか瓶にあの用事の投げ合うさし、合うやつもあるのよ、うん、合わないと買えないよね、服に匂いしみつい、ね、まあそりゃそうだね、話ずれたね、うんそう、大丈夫、じゃあ戻しますよ、戻した、うまくなるにはちょめちょめが、うん、大事だよ、必要ですよ、うん、あのね、よくあるのがあれですわ、料理、うん、あのね、得てしてね、うん、俺の体感上のなんか統計ね、うん、全くあれはないんだけど、うん、なんとかデータはないけど、データはないんだけど、うん、俺の体感上の、うん、ギター上手い人は、うん、つか音楽ちょっと優れてる方は、うんうん、料理うまいです、俺もねそれは思います俺の先輩方でやっぱ、うん、料理上手な人多いですよ、あれはなんだろう、やっぱ設計図の仕組みがさ、うん、似てんのかな、音楽と近いんだと思うな、出来上がりを考えながら入れるわけだろ、うん、塩だ胡椒だ、うん、だから出来上がりの音を考えながら、うん、ディストーション入れた、コーラス入れた、フランジャー入れたって、うん、で、あ、ちょっと理想と違ってた、何が違うんだろう、ああじゃあコンプ入れてみようか、ああそうだそうだこんな感じだっていう、もうね、あ出来上がり、あちょっと塩足んねえな、でも塩だけじゃねえなじゃあちょっと岩塩を入れてみようかなみたいなあのだからそのよく言う無手活流っていうの、うん、何も知らないでやるってパターンがあるじゃない、うんうん、でこの前、まあAMT で話してて思ったのが、うん、そのある程度ソフトを使いこなすと流れができるよねって、うん、でも全く知らない、うん、例えば中学生高校生にポンって渡して好きにじって言ったら思いもよらない、普通は右にしか回らない、うん、回さないチャンネルを左に回したりするでしょっていう、それは面白いよねって、その感覚は、うん、慣れちゃうとなくすよね、減るよねって話をしてて、それはもちろんとても一理あると思うんだけど、うん、料理上手な人ってこれを足してみましたみたいな、うん、例えば今なら結構多いけど肉にさ脂身が多い肉にわさび巻いて食うとかさ、うん、今結構増えたけど、うん、最初やった人って結構な、まあね、組み合わせを発明だと思うんだよ、ね、でそれを塩だレモン汁だ、うん、なんだってやってた人がこの脂身を美味しく食べるにはわさびだっていう思いつきだと、うん、だわさびを知っててかつこの肉に対する愛情があって思いついた組み合わせだと思うんだよね、うん、だそういうこっちのものとこっちのものを組み合わせるっていうなんか能力的なものが料理上手なのと音楽の音を組み合わせるのはなんかシンクロしてんじゃないかなって俺はちょっと思ってる、うん、それはあると思うね、うん、あ分かる、得てしてね、某ギタリスト様、うん、手料理を、うん、よくツイッターにあげてるんですよ、うんうん、もう見た目がね、ほんとお店綺麗綺麗、まあ、味はもちろん知らないですよ、うんうん、写真だから、ね、でもね、ああ明らかにうまいだろうなっていうさ、なんだろうな、うん、なんかだからそこだから料理を磨くと逆に音楽の感性も上がるんじゃない、うんうん、分かる、そういうことです、料理を磨くと音楽感性が、料理をだ料理が上達していくと、料理に限らずだけどな、まあそうなんだけど、うん、それ言っちゃうと今回のテーマが濁っちゃうんですよ。そうだから料理を磨いていくと、うん、ひょっとしたら構造
この考える構造が音楽に生かされるんじゃないかな、うんうん、構成力というかな、そうそう構成力、うん、いいこと言ったね、わかるわ、いい締めですよいい時間、いい締めですよいい時間、いい時間ですよ、オッケー、あーまだねちょっとネタあるんですよ、じゃあもう一回ぐらいちょっと延長しようかな、もう一回ぐらい、うん、じゃあもう一回ぐらいやると思います、はい、次回さよなら。